カラフルなマカロンやずらりと並ぶワイン。熊本市の鶴屋百貨店で18日から始まったフランス展。何気ない日常に彩りをテーマに、フランスのお菓子や雑貨など58社の商品が並んでいます。一昨年から出店しているレストランローブ、店頭にはクッキーや山井村の栗を使ったパイが並びます。熊本出身でパティシエの平瀬翔子さん、パリ最古のパティスリーストレーで8年間活躍し、帰国後ミシュラン一つ星を6年連続で獲得しています。平瀬さんが今回のフランス展に向けて初めて作ったのが、宇城産のイチジクを使ったタルトです。卵の色が濃くて、そして大きいです。いただきます。生地がザックザクです。卵の風味とイチジクのしっかりした甘みが合いますね。イチジクのジャリジャリとした食感も生きてます。美味しいです。地元の生産者の方とか、そういう食材と出会いもあって、そういう出会いがあるからこそできるものっていうのがあるので、そういうなんかこういろいろと刺激があったり、自分にとってもいい経験になるので、とても、嬉しいですね。フランス展は今月24日まで開かれています。